あなたにとって旅とは何ですか？今をときめく憧れ女子たちは一体どんなファッションでどんな旅をするのでしょうか？素敵な旅を彩る旅服。ホテルはトモさんの大好物なんで本当にホテルが綺麗っていうのですごいテンション上がる人なんで今回2人が訪れたのは日本から飛行機で7時間、赤道上にまたがり大小1万3000の島からなるインドネシアバリ島。最高級のホテルに歴史と伝統、バリヒンドゥー教への深い信仰心に基づき島全体に流れるスピリチュアルなムード、神様への捧げ物という意味を持つバリ島には旅の魅力があふれています。さあ2人の究極の旅が始まります。2人が訪れた旅のプランやファッションアイテムはブブタスアプリで今すぐチェック購入することができます。板野友美25歳、AKB48 の初期メンバーで神セブンと呼ばれた一人。卒業後はアーティスト、女優として活躍の場を広げ、5月17日には自身9枚目のシングル「いいね」をリリース。精力的な活動を続けています。長尾マリア23歳、板野友美に遅れること4年、AKB48 に9期メンバーとして加入。昨年5月、 AKB48 を卒業し、グラビア、ファッション誌のモデル、タレントとして活動の場所を広げています。愛称はマリヤギ。400人を超える48グループの頂点にいた板野友美とは8期も離れた不思議なコンビ。先輩だったらもうちょっとカッコつけた方がいいなっていう部分も結構ヤギには何だろう、素直にというか、なんかかっこ悪い部分とかも全てさらけ出してるのででも妹みたいな感じに思ってます。私もですけど、板野さんも誤解されやすいというか、ちょっと板野さんって怖そうとか板野さんってわがままそうとかあったら、その子があったら、あれ板野さんってめっちゃいい人じゃないって言われて、そうでしょって思うのがいつもの会話です。すごい好きです今回二人が滞在したホテルは最上という意味をその名に冠するザ・ムリアビラス。全室スイート、部屋付けのプールを持ち、至高の癒しの時間を味わえる5つ星のラグジュアリーホテル。しかしバリの物価は日本の5分の1、ハワイのホテルよりずっとリーズナブルに泊まれてしまうんです。極上ホテルの朝食はもちろんメニューも味も極上。この間2人でLA行ったじゃないですか。うん、あの時まだ寒かったですもんねやらかしましたよ。やらかしたの。まあ一回お風呂のお湯を出しながら、トモさんが寝てるベッドの前で真っ暗の中でストレッチしてたんです。こうやってね、これも日常でこうやってやっててあれみたいな、お湯と思って、だって私起きたらマリちゃんがめっちゃ雑巾みたいに大きいバスタオルで水流してるから何事かよって思ってそう、何どうしたのしたら、いや大丈夫っす無視してください全然大丈夫じゃないでしょ地元の人から観光客まで利用する何でも揃うウブド市場。すごい、
した。あ、いっぱい売ってる。これこういうのじゃないですか。信仰心熱いバリ観光の必需品といえばサロン。これは？すごい光ってますね。それ。あ、それも可愛い。それ可愛いね。お母さんすごい強引、結構強引。ハンマー。10。ゾウありました？白ゾウある。グレー、ゾウだけ厳選した。それにしよう。私グレーで。私この緑にしよう。はー、かわいい、かわいい。お守り見たい、見たい。わかんない。ゾウ、ゾウがいいな。ゾウ、ゾウさん。ゾウの違う種類だ。ゾウが好きすぎる私たちみたいな感じで、ね、これも可愛いけど。でもこれ可愛いな。うん、これが可愛いです。紺と黒です。多分買ったよー。かわー、履かないと。確かになんか可愛い。ゾウ可愛い、うん、ピンときちゃったね。ということで、本物の象に乗ることができるバリーズーへ。はい。あ、すごい。あ、やばい、怖すぎ、怖すぎ、ここ。二人を乗せてくれた象の名前はティナ。いくつなんだろうね。ティナ、How old are you? 23rd? 同じ年ぐらいじゃない？やばい。水の中入るの？ティナ、楽しいじゃん。ティナ大丈夫？ちっちゃいけど。え？ティナ、OK?ゴーイングダウン。あー、だだ結構深いよ、ほら。ほら、鼻出してる、かわいい。見て、鼻出してる。鼻で息してるのかな。乗るの初めてだったんですけど、可愛いというか不思議な気持ち。なんか馬とかに乗ったことあったりして、でも象ってあんなにゆっくりなんだなっていうのを思いましたね。日本でなかなかできない。だって象乗ることはもしかしたらできるかもしれないけど、象と一緒に水の中に入るとか、なんかちょっとバリは上に行ってるというか、びっくりさせられることが多くて、私的にはすごく刺激的でした。とにかく動物との距離が近いバリ。あー、トラパン。名前は？サリー。サリー、 Yes, サリー。猫、なんか猫みたい。うん、犬みたい。ガールズ？ボーイ？ガール。ガール？サリー。サリー。ハロードシー。6 months. え、6ヶ月だって。6ヶ月でこんな大きいんですか？6 months. やばいやばい、あれ何？怖い、ちょっとそれ、あ、やだ、ちょっとやだ。やばいんですけど。チルチル。
No! Stop there. Okay. Move there. Stop. Stop. Yay! Just wait. Numb-numbishkute, yabai. Okay. Pass. Ah! Ume? Hey, yabai. Chou kowai desukedo. Tora ni esa o yaru no mo chikai. Yabai. Kono yori ume desu ka? Kou? Oi! うわーわー大きいね君でかこういう風になるんだ、さっきのトラちゃんライオンへの餌やりもここバリならでは鶏の肉あ、トモさんこの目じゃないですかちょっと待ってあ、来たロープでライオンに餌を送りますえ、すごい画期的ですね、これよいしょ結構重いカノンさん、うん、カノンめっちゃ待ち合わせ餌だよえい見てる見てないでなんですごいロープを通じてライオンの力を直接感じ取ることができます食べていいよ面白くてやばいんですけど、はい、よしそしてオランウータンとのアフタヌーンティーそのすべてが規格外のバリーズーでしたバナナなのかな。なん、持ってるよ。バリではホテルも規格外。広大な敷地に美術館のような美しい空間が広がるザ・ムリア。あなたにとって旅とは何ですか。特に海外とか英語で話してみたりとか、なんか自分への挑戦。でもあるし、なんかそういった意味でもすごい旅行って刺激的な毎日を過ごせると思うので、すごく好きです。なんか知らない自分を見つけるじゃないですけど、なんかいろんな世界をもっと見て、なんか新しい自分になれたらいいなみたいな。AKB のイメージとかも強いと思うので、なんかプライベートな私はまた違う私で、それが今回はたくさん出てる気がします。やっぱりスケールが違う、もうこんなの日本にないし、なんか今回のバリは本当にちょっとレベルが違うかもって思うぐらい、バリってすごいなって、なんかいいなって感じさせられました。旅の目的ですか。でも本当にその知らない世界を見たくて、その日本でもだし、私が知らない世界って多分もう無限とあると思うので、そういう世界を早く知りたいっていう気持ちがあって、いろんな国に行きたいなって思います。素敵なホテルに素敵なファッション。あなたの旅のファッションへのこだわりは何ですか。服とか、なんかここに行くっていうので、こういう服が合うかなとか、なんかその準備期間もすごく好きなので、だから家でなんか何日目はここに行くからこのファッションしたいなとか、そういう風なのをこう想像しながら、なんか旅に行く前に
しむみたいな。だから結構私は大荷物で無駄にいろんなもの持ってきちゃいますね。女の子ならではだなと思います。私は結構日本だと無難な服装になっちゃうので、海外だから今回はカラーを気にしました。もうちっちゃい頃から私服が好きで、あの夢が本当にファッションに関わる仕事をしたくて、その一番のお気に入りのスーツケースの中にお気に入りの服だったり、お気に入りの化粧品とかアクセサリーだったりを持ってって、そういう新しい世界で着飾るっていうのが私的にはすごい好きなことで。あーこんにちは。かわいい。こんにちは。市場で買ったサロンを身にまとい、2人が訪れたのは、いい美人ね。あ、すごい。はじめまして。ありがとう。どういたしました。ございます。よろしくお願いします。元気ですね。元気です。はい。ここはバリー舞踊のマエストロであるアユラカさんの自宅。13歳でスカルの元大統領とともにヨーロッパを回り、天才バリー舞踊家の名を欲しいままにした伝説のバリー舞踊家マリア。マリア。マリア。トモミ。トモ。トモニ。アユラカね。アユラカ。ユラカ。アユラカ。アユラカ。アユラカさん。はい。すごい。それ何作ってるんですか。はい、どうぞ。何。どうぞ。アユラカさんが作っているのはチャナン。神様への供え物の島バリ島では、朝晩神様へこのチャナンが供えられ、町中の至る所で見ることができます。え、こう。いや、あ、こうね。いや、グッド。お褒めをいただきました。いいですね。いいですね。yeah. できた。いや、コーニング、ナメラ、コテ、スラタン、アラティモール。チャナンに配されるお花は、北に青、南に赤、東に白、西に黄色と、神々がいる方角に合わせてその色が決められています。できた。いやいや。いや。オッケー。作ったチャナンを持って踊る、神に捧げるバリー舞踊を教わります。ねえ、大事だね。絶対覚えてないよこれ。Dalam bahasa Sanskerta, Bali artinya persembahan. Umat Hindu di Bali melakukan banyak persembahan seperti canang dan lain-lain. Tari Bali pun sama seperti canang, menari untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ketika Anda menari, tari Bali
dilakukanlah dengan rasa syukur kepada Tuhan. バリ島は今から10月までがベストシーズン。今回2人もウブド、クタ、スミニャックとバリ島を満喫しました。バリ島内を自由に移動できるクラクラバスが使えるルック JTB バリ島、番組ホームページとブブタスアプリで今すぐチェックしてみてください。板野智美さんサイン入り番組特製トラベルタグをプレゼント。今すぐブブタスアプリをチェック。そして次回の旅服はバリ島後編。これこの匂いそんな良くないよ。まりちゃんボディクリーム塗らないでしょ。カサカサになっちゃう。塗らないです。あ、いい匂いじゃないですか。アロマ的な。ボディクリームだけ毎日しっかり塗るな。ボディクリーム毎日塗ったらすごいツルツルになるよ。本当ですか。うん。あ、でも私お風呂溜めるようにしてんですけど、うん、入浴剤をめっちゃ発汗作用のある炎のマークの入浴剤を痛そう。マグマってやつをこうやって入れてめっちゃ熱くなるんですよ。いや待って待って、それとボディクリーム何か意味あるの？それで保湿されてんじゃないなんでどういうこと？